串路バス株式会社は、北海道串路市に本社を置き、バス事業を行う日本の会社である。路線バス車両は2017年3月31日現在で86台、保有する。本社車庫で待機する、路線バス車両、スターライト、串路号串路駅前にて、特急根室号串路駅前にて2009年7月1日、現在。 スターライト、串路号特急ネムロ号2021年10月1日、改正。運行日や詳細な経路は公式サイト等で確認されたい。断りがない限り、下り方向の経路を記載する。単調ずるをイメージした形状の停留所ポール主な、廃止路線2018年3月20日現在、貸し切りバス車両は20台保有。事業は通常は、 釧路運輸支局管内、北見運輸支局管内、帯広運輸支局管内での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による、有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。地歳営業所設置時は、札幌運輸支局管内も通常の事業域となっていた、道東地区事業者10社で組織する東。 北海道貸し切りバス事業共同組合に加盟している。車両は2018年7月28日現在で114台保有する。一般路線車は古くより椅子自動車の車両を中心に導入している。1980年代末より中古車両を導入しており在籍する大型路線車はノンステップバス4両を除いて全て移籍車両。 中型路線車は、ジャーニー県やエルガミオ、三菱エアロミディを自社発注で導入しており、数量の車体には、石川拓木の肖像画が描かれ、拓、牧線で運用されている。2010年代になり、遺跡導入と合わせて、大型のノンステップバスの申請導入が進んでいる。高速バスや、貸切バスは三菱不装トラックバスの中古車両が、多い。カラーリングは赤。 オレンジ、黄色の斜めストライプが入ったものに順次改められ、さらに近年は虹色のラインで2羽の単調るが描かれたものも運用されている。貸し切りバスはバスセンターカラーと並行して導入される。ありがとうございます。